中国軍で台湾を管轄する東部戦区は、日本時間の今朝6時に、台湾を取り囲む形で、陸・海・空軍やロケット軍による軍事演習を実施すると発表しました。台湾を取り囲む形での軍事演習は、来政特捜党が就任した直後の5月に行って以来です。前回との違いについて関係者は、港湾の封鎖が追加されているほか、都市部へのアクセス制限を想定したものとみられるとしています。 来政総統は10日の演説で中華人民共和国に隷属しないと強調しこれに対し中国は強く反発していました東部戦区は今回の演習で台湾の独立勢力を震え上がらせるとしていて中国は台湾独立派とみなす来清特政権へ圧力をかけ,たかけたい考えとみられます一方台湾国防部は理性のない挑発行為だと非難した上で 適切な兵力を配備して実際の行動をもって自由と民主主義を守るとしています。